この春社会人になった。初めての一人暮らし。実家の母から段ボールが届いた。こっちでも買えるって。これ何度言ったらわかるんだ。ありがとうございました。仕事はちゃんとしてるべか。おい、もう一軒行くぞ。そんなに飲んだら体に悪いべさ。はい、すいません、すぐお送りします。ダンボールの中身はいつも取り留めがなかったけれど、それにどれだけ勇気づけられただろう。ちゃんと寝ないば治らねべ。こんにちは。誰からだ。ボーナス出たんだって。